これは人類史における大きな転換期の物語。その時代、人類は大敗の中にあった。黄金の時代と呼ばれた繁栄と野心の数十年、外宇宙の過酷な現実に打ちのめされ、人類の情熱は敗北した。生活圏を太陽系内に押しとどめられた人類、一から腐り始めた世界は果てしない戦いの場となっていった。新宇宙歴200年、敗北と諦めが支配する黄昏の時代で、人類は新たな戦いを迎えようとしていた。
相手を振り切れないか。スピードが自慢のようだな。だがダメージなし、回避成功です。ピラネード給料分以上の働きを見せる。主任、ランチャーを出します。いいチョイスだ、エリル。直撃、行け。私はしない。嫌な角度から仕掛けてきたか。ちゃんと当たってくれよ。排弾テストを実戦でするつもりはない。
動き回りやがって。敵の動きが雑だな。気をつけてください、主任。罠かもしれません。では次はティラネードの力を披露しよう。ストライカーを使うぞ。出力はこちらで調整します。必ずやってみせる。ダメだ、稼働効率が下がっていく。全力でぶつかるのが俺のやり方だ。17式をなめんなよ。いい
バラクワバラ。一瞬だ。この士気は高い。余命はないということです。今度はこちらの番です。行きます。大回転ダイヤモン、大回転機動力で補ってみせます。この攻撃が読めます。一発大回転ダイヤモン、大回転ダイヤモン。
隠すってことは裏があるって言ってるようなもんだ。17式をなめんなよ。そんな人を殺す機械と人を生かすサラリーマンの戦いだ。狙いはあそこだ。